場所は王都の広場と。ベータから呼び出しなんて珍しいな。一体何の用事なんだろう。ま、行けばわかるか。昨日寮のポストに一通の手紙が入っていた。差出人はベータで、中には明日王都の広場にてお待ちしています、時刻はって感じで端的な内容が書き記されていて、僕は何か面白いことが始まりそうな意味深な文章に胸を躍らせて約束の場所に向かっていた。この辺りか。ああいたいた。うってどう見ても夏目先生だけど気づかれないのかな。目立ったら最後だ。どうなっても知らないぞ。いや待てよ、有名人があえて堂々とすることで逆にバレないって寸法か。ああそれならあそこまで自然体なのもうなずける。そしてあの手紙の内容、もしかすると僕は試されているのかもしれない。それならよし、スパイ映画のようなパターンでいこう。他人のように隣に並び目を合わせないで仲間と会話する、スパイあるあるスタイルが最適解だ。さて始めるか。しました。いつからそこに？もういらしたのでしたら直接声をかけてくださればよかったのに。気づけないようではまだまだだな。申し訳ありません。周囲の警戒を怠るなよ。周囲？はい。確かに、どこに教団の目があるのかわからない中で私がシャドウ様と安易に接触するのは危険行為。シャドウ様の寮にお邪魔して二人っきりだなんて、恥ずかしくてお呼び出ししたのに、なんたる失態。バカバカ、ベータのバカ。人目のある場所を選んでしまって申し訳ありません。気にするな。それで要件を聞こうか。おっと失礼いたしました。これは三つ星商会からの招待状と特別な衣装です。招待状と特別な衣装、いい響きじゃないか。もしかしてどこかの貴族のパーティーへの潜入イベント？中にはイケてるドレスコードとかがあったりして。私たちから特別な催しをご用意させていただきました。それは期待していいんだな。もちろんです。結婚はあさって。場所は。あれって夏目先生じゃないか。え、本当だ、金髪エルフの可愛い美少女、間違いない。何かのイベントかな。ああ、しまった。私は一足先に失礼いたします。詳しくは中をお読みください。お待ちしております。おいおいベータ、もしかしてノープランだったのか？参ったな。厄介なことになる前にここを離れるとするか。あ、夏目先生があっちの方に。もしかしたら何かイベントがあるの
ちゃいられない。追いかけるわよ。あれ、そういえばさっきまで夏目先生の隣に誰かいなかったか。親しげに話をしているように見えたが、誰もいないぞ。気のせいじゃないか。ふう、危うく人気者の隣にいるあいつ誰だ状態になるところだった。まあ僕はテンプレを網羅しているからバレた時の段取りも最初から考えていたんだけどね。とりあえずもらった招待状と小包の中身を確認するか。どれどれ、これは。僕は招待状の指定の場所に来ている。そしてそこで待ち受けていたのは、青い空、白い雲、青い海、白い砂浜、そして立派なリゾートホテルと。凝った任務じゃなくてバカンスときたか。まあ小包の中身が僕用の水着だったからその時に大体察したけどね。でもまさかビーチリゾートまで作ってしまうとは。恐るべしガンマ、恐るべし三つ星商会。手紙には確かまずリゾートホテルの中に来てって書いてあったから、あそこかな。中も豪華だし結構広いな。指定の部屋番号はこの辺り。お待ちしておりました主様。この声はベータとイプシロン。もしかして二人が僕の案内役。はい、その通りです。主様のお世話はこの私が務めさせていただきます。私たちでしょ。まったく勝手に目立たないでください。本当は他のみんなも参加する予定だったのですが、急遽任務が入ってしまいまして。そうなんだ。せっかくならみんなに感謝したかったんだけど残念。いえいえ、そんな、もったいないお言葉でございます。今度会った時にでも伝えておくよ。二人は僕を案内した後各自でリゾートを満喫するの？いえ、私たちは今回任務として主様のご案内を任されております。今日は主様のサポートこそが使命ですので、何なりとご命令ください。任務でなくとももてなしますが。へえ、遊びも手を抜かない感じ、悪くないね。ぜひお願いすることにするよ。はい、お任せください。では主様、早速お部屋でマッサージなんていかがでしょう。歩き疲れているかと思いますので、ぜひ私が。ちょっとイプシロン、そんなのスケジュールに入っていなかったでしょ。あら、ベータ、まだそこにいたの。ここは私に任せて夕食の準備でもしてなさいよ。抜け駆けは許しません。私だって。あ、この組み合わせちょっとめんどくさいやつだ。こちらガンマが用意したスペシャルルームです。主様専用のお部屋なんですよ。へえ、これはすごいね。よく見るとただ豪華なだけじゃない。これは僕の好みに合わせてくれた部屋にも見える。うん、いいじゃないか。これは？さすがは主様、お目が高い。そちらはオークションで500万ゼニーの値がついた一品です。なるほど。こちらの品々は右から300万、450万、800万ゼニーとなっております。家具もベッドも調度品も全て一流の品で揃えています。ガンマがかなり張り切って準備しておりました。そうなんだ。要するにすごい部屋ってわけだ。
あ、金銭感覚がおかしくなりそう。なんかベッドで寝るだけでも緊張する気がしてきた。でもいいセンスだ。この部屋丸ごと影の実力者コレクションに欲しい。わかってるじゃないかガンマ。特にこの絵なんか。あれ、この絵もしかして。ん？申し訳ありません。これはデルタがいたずらで描いた落書きですね。え？間違って購入してしまっていたみたいです。デルタがこんな絵デルタにも描けるのですとか言っていたのですが、まさか本当に混ぜているとは。それにしても一瞬で見抜くなんてさすが主様ですね。芸術にも精通していて本当に素晴らしいです。ああ、まあね。というか、いつの間にホテルなんて作ってたの？しかもそんなにお金をかけて。申し訳ございません。連絡が行き届いていなかったようです。三つ星商会の勢力拡大のためとはいえ、一度に莫大な資金が動いていますものね。いや、お金のことは気にしてないんだけどさ、また知らないところで面白そうなことして、ちょっと複雑だよ僕は。こちらにウェルカムドリンクのご用意もありますので、ぜひ召し上がってください。おお、そんなところまで気を配ってるんだ。どれどれ。これは主様の影の英知をもとに開発されたラムネという飲み物だそうです。現世そのままの夏の風物詩。しかもくぼみやビー玉まで再現されていて芸が細かい。あ、まさに夏って感じだな。ガンマ素晴らしい。なんだかさっきからガンマばかり褒められているような。なんでしょう、この場にいないのに敗北感が。このままじゃ私たちの立場が。こうなったら主様。びっくりした。どうしたの。主様、そろそろ海へ向かってはいかがでしょうか。このリゾートの目玉はホテルだけではありません。美しいビーチも売りなのです。しばらくおくつろぎいただいて結構ですので、後ほど浜辺までお越しくださいませ。ああ、確かにそうだね。荷物を置いて着替えたら向かうよ。ありがとうございます。では後ほど。ベータ、ナイスフォローよ。珍しく気持ちが一致したわね。ホテルの内装はガンマの独壇場ですからね。ここでは私たちの立場がありませんから。でも海となれば話は別。ここでしかできないとっておきの姿を見せつける。